すいません、技術班ですけれども、ちょっとこれまでの2号機の状況ですけど、18時22分ぐらいに燃料がむき出しになってるんじゃないかと想定をしてます。そうすると約2時間で完全に燃料が溶融すると、でさらに2時間で RPV を損傷ということで、まあ、22時過ぎぐらいには RPV が抜ける可能性もあるというような非常に危機的な状況であると思います。以上です。最初にタフ切ってからもう2時間経ってるよね。まあ、ともかく水入れて、それから弁当だ、この2つだよ。あれでしょ、弁当を近づけないでしょ。え、弁当近づけないの？ピットの中には放散入ってるんでしたっけ？ピットからの、あれ、放散はピットの脇に用意してあるの、混ぜるために。炉の形式用意してなきゃ、用意しようよ。ピットの中に放散を入れて、放散が入っているピットから吸えるところで、パイプをラインナップしてください。炉の形が変わってますから、放散水を入れないと、入れた方がいい、放散水の方がいいです。ない、だってもう密閉ラインになってる。今のなんだっけ、タフ切って、その炉心損傷じゃないや、圧力容器損傷までのなんか時間とか、なんかその誰か予測した人、紙持ってる？誰が今言ってくれたの？安全グループでやってるでしょ。え、技術班、サイトの技術グループの人が言ってましたね。ちょっと紙くんない？それ説明できる？今のさんが話した話、あ、タフの到達先ほどの炉心溶融の評価ですけれども、タフの到達が16時、16分ですが、その後、むき出しになったのが18時22分ということで、18時22分のむき出しになったところから、約2時間で炉心溶融が始まるだろうという、ざっくりした見積もりです。で、その後、炉心溶融から2時間ほど経つと、RPV の損傷になるだろうということで、こちら、アクシデントマネジメントガイドに書いてある、数値を使ったものです。18時22分がカラカラになったところっていうのは、それは水位で確認してるってこと？18時22分っていうのは、水位で確認したところです。OK。今のその18時22分に、
燃料が全部露出したっていうのはその共通の認識でいいですね。18時22分に3700、ほぼあの燃料むき出しになっている時間です。でこれは、あれだっけ、その皆さんにご報告してんだっけ、なんか紙配ってんの。水位と、PCV の圧力について、時々刻々あの報告していた中での報告です。 OK、 そうするとこれは皆さんにご報告した数字だな。イエスはノー、どっちだよ。タフの地獄でしょ。タフとそれから全部の今タフの地獄、タフ到達の地獄だよね。タフ到達の地獄でしょ。いやタフ到達の地獄でしょ。そうじゃなくて、あの燃料が全部露出した地獄。露出した。それはここでは言いましたけど、皆さんに通報って社外の人たちが関係者にってことをやってますか、通報班の人たち。やってないですよね。やってないね。武藤部長そちらを言ってるんじゃないですか。あれを言ったんじゃない。いやタフまでの時間しか言ってないです。だからあの言ってない。聞こえます？はい、入ってる。と国とか関係者に状態を伝えといた方がいいと思います。あ、もしもし。はい。あ、音程聞こえますか。はいはい。いや、あの情報を伝えておくのは当然の話で、その対比基準というようなことを誰か考えておかないといけないし、発電所の方も中層なんかに居続けることができるかどうかどっかで判断しないとそういうことになるので、対比基準の検討を進めてくださいよ。うん、分かった。それはやったり、だからその前にだけどそうなってますよって言うってことなんだからさ、そのタフは言ってて、それでその裸になった時間の認識は揃えようよね。18時22分、それはいいんでしょ。 1F 時間はいいない。はい、いいです。はい、はい、で2時間で見ると2時間で RPV 損傷の可能性あり、いいですね。はい。であとじゃあ対比の基準についてはこれだ、保安班か。ねえな、ここにしちゃいます。あ、対比今までやってきたやつもその AM のその AM のガイドに従ってメールとして、で RPV 損傷になった時どうしたらいいんだって。対比基準と、すいません、私頭に入ってないです。今言ったのってむき出しになってから2時間で損傷って言った、それじゃなくて